次に日程第3、知事の演説であります。達増知事。本日ここに第18回県議会定例会が開会されるにあたり、今後の県政運営について私の所信の一端を申し上げます。平成23年3月11日から間もなく4年が経とうとしています。改めて東日本大震災津波で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたします。また未だ応急仮設住宅等で不自由な暮らしを余儀なくされている方々をはじめ、被害を受けた皆様に心からお見舞いを申し上げます。昨年は8月の広島市での豪雨による土砂災害、9月の御嶽山の噴火災害、11月の長野北部地震による災害など大きな災害に見舞われた年となりました。また本年は阪神淡路大震災から20年の節目の年にもあたります。改めてこれらの災害で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、県といたしましても引き続き防災に向けた取り組みを全力で進めてまいります。東日本大震災津波の発災以降、県は震災からの復旧復興に県政史上かつてない規模と体制で取り組んでまいりました。発災6日後の3月17日に応急仮設住宅の整備等を内容とする最初の震災対応予算を編成し、平成23年度には12回にわたり補正予算を編成するなど、県議会のご賛同のもと、これまでに2兆円を超える予算を編成してまいりました。また大規模予算を着実に執行するため、すべての県職員が震災対応に当たることはもちろん、国や全国の都道府県市町村からこれまでに1000人を超える職員を岩手県に派遣していただきました。改めて感謝申し上げます。県は各分野の専門家の方々や県内各団体の代表の方々など、岩手の英知を結集し、オール岩手の体制で復興計画を策定し、また部局横断的な課題に一元的に取り組むため復興局を設置いたしました。この間県議会におかれましても、東日本大震災津波復興特別委員会において積極的なご議論をいただくなど、執行部議会が復興に一つとなって県民とともに取り組みました。市町村との関係では、県は被災市町村にこれまで182人の職員を派遣し、また災害廃棄物の処理をはじめ、農地の災害復旧や埋蔵文化財の調査など市町村の業務を支援しました。国においても平成23年6月に東日本大震災復興基本法を、12月に東日本大震災復興特別区域法を制定し、翌平成24年2月には復興庁を設置して、盛岡市に岩手復興局を設けるなど、かつてないような体制で被災自治体との連携が図られました。政府の政策決定にあたっては、私を含め被災3県の知事が国の東日本大震災復興構想会議、そして復興推進委員会の委員となり、積極的な提言を行って国の復興施策に被災地の声を反映させました。市町村、県、国が一体となって被災地復興地に寄り添う体制を構築することができたと思います。その中で被災現場のニーズを直ちに吸い上げ、必要な施策を県自らの判断で制度化してきたことは、地方分権の新しい姿を示すものでした。例えば震災直後の4月の被災企業の資産修繕補助の立ち上げ、6月の水産業共同利用施設の原型復旧を超えた新設備補助など、新設整備補助など、いずれも国に先駆けて県において予算を編成したものであり、その後の政府の復興事業具体化の大きな原動力となりました。まさに答えは現場にあったのです。岩手における東日本大震災津波からの復旧復興は、地方の主体性が国を動かす
自治の新しい可能性を切り開くものであります。分野ごとの取り組みを振り返りますと、まず新たなまちづくりのために災害廃棄物の処理に全力で取り組み、基盤復興期間である平成25年度までに生活環境に支障のあるすべての災害廃棄物を撤去し、最終的に618万トンを処理することができました。復興まちづくりに向けて都市再生区画整理事業や防災集団移転促進事業などは、昨年までに予定するすべての地区で事業認可や大臣同意が得られました。陸前高田市では希望の架け橋と名付けられたベルトコンベアが稼働を始めるなど、県内各地で新たなまちづくりの土音が響いています。用地取得迅速化のための東日本大震災復興特別区域法の一部改正が実現し、昨年12月には宮古市の羽浜海岸防潮堤事業において特例制度を活用した初めての緊急使用許可申し立てを行いました。引き続き市町村と連携し、まちづくりを推進してまいります。また昨年4月には震災から3年という早い段階で三陸鉄道を全線運行再開させることができました。12月までの利用者は前年同期比 1.4 倍となる58万人と大幅な伸びを示しています。地域の足を守るという重大な使命のもと、被災直後から鉄路の復旧、車両の確保に取り組み、地域住民の見守る中動き出した三陸鉄道は、これからも人々の笑顔とともに三陸を走り続けます。さらに JR 東日本からの支援を踏まえ、JR 山谷線宮古釜石間の運行を三陸鉄道に移管することを受け入れ、来る3月7日には復旧工事に着手することが決まりました。これにより沿岸部の鉄路160キロが三陸鉄道としてつながることとなります。被災地復興の前進に向け、一日も早い運行再開を JR 東日本に働きかけてまいります。被災された方々は被災者であると同時に復興者でもあります。被災された方お一人お一人の置かれた実情に目を配り、一日も早く安心して暮らせる環境を取り戻さなければなりません。発災直後、避難所からできるだけ早く移っていただけるよう、応急仮設住宅の建設に取り組み、全国で最も早い段階で避難所の解消を実現しました。また平成23年度には住宅再建のための補修補助や利子補給制度を、平成24年度には住宅の建設購入に対する補助制度を創設し、これまで約4000世帯の再建を支援しました。今後においても一日も早く全ての方々が恒久的な住宅に転居することができるよう、市町村のまちづくりと合わせ災害公営住宅の整備に全力を注いでまいります。住宅の確保とともに雇用の確保が重要な課題です。産業振興施策の実施や雇用対策基金の活用により、これまでに延べ4万9000人の雇用の場を確保しました。引き続き企業誘致や新産業の創出などの産業振興と一体となった安定的な雇用の場の確保に努めます。医療機関の再開が被災地に暮らす方々にとって欠かせません。岩手県では公立の補助制度を他県に先駆け創設し、これまでに9割を超える医療提供施設が再開しています。また岩手医科大学や多くの関係機関の協力のもと、高齢者の介護予防、健康支援、一人暮らしの方の見守りや被災者お一人お一人のニーズに応じた心のケアにきめ細かく取り組んでまいりました。応急仮設住宅内では新たなコミュニティが生まれ、独自の見守り活動が行われるなど、お互いが助け合うという東北岩手の人々が持つ共助の精神が発揮されています。引き続き災害公営住宅等における新たなコミュニティの支援や長期にわたる専門的な心のケアに取り組んでまいります。被災地の未来、岩手の未来を担う子どもたちは岩手のかけがえのない宝です。大震災津波で親御さんを亡くされた子どもたち、あるいは親御さんが未だ行方不明な子どもたち648人に奨学金を給付し、多くの被災児童生徒に対し教科書の購入や部活動への支援などを行ってきました。
こうした支援は今も続く県内外、海外からの多くの税によって支えられています。昨年大震災直後に入学した高校生が初めて卒業を迎えました。3年間の苦難と不自由さを乗り越え、その努力を誇りに変えた力強い卒業生の姿は岩手県民に大きな希望を抱かせてくれました。本年4月にはいよいよ県立高田高校が新校舎での新しい歴史を歩み始めます。被災地の教育環境の改善に引き続き努めてまいります。被災したふるさとで人々が暮らし続けるために、なりわいの再生は大きな課題です。未曾有の災害を前に、被災した企業の再建はこれまでの災害復旧の枠組みではなし得ないとの基本的な考えのもと、国に対し従来にない産業再生の仕組みの必要性を訴え、グループ補助金など新しい補助制度を実現しました。グループ補助金ではこれまで県内115グループ1248社の企業に補助金の交付を決定し、被災地の事業再生の大きな柱となっています。また復興支援ファンドによる二重ローンの解消や被災資産の復旧に対する支援など県独自の制度を早急に整備し、地域産業の再生にきめ細かく対応してまいりました。またこれも岩手県が提案した水産業における漁業協同組合を核とした共同利用の推進により、漁船や養殖施設、水産業共同利用施設等の整備が進み、産地魚市場の水揚げ量は震災前の約8割まで回復しています。今年度グループ補助金により店舗兼住宅を再建する場合の住宅ローンの借り入れのための抵当権設定について国に要望し、制度運用の見直しが実現しました。まちづくりの本格化と商店街の再建が機を逸にして進むよう、制度の活用を一層推進してまいります。また交流人口の拡大による地域経済の活性化のため、本県外国人観光客の約半数を占める台湾との定期便就航を目指し、旅行商品の造成支援や台湾での情報発信を展開した結果、定期チャーター便の運航が実現し、台湾からの宿泊者数は震災前の9割にまで回復しました。震災に対する支援をきっかけにますます強くなっている台湾をはじめとする中国、東アジアとのつながりを一層強固にするため、国際観光の振興に力を入れてまいります。また地域資源を生かした観光振興や定住交流の促進、新たな三陸ブランドの形成など三陸創造プロジェクトの具体化に引き続き取り組んでまいります。三陸沿岸地域の発展は必ずや岩手全体の発展を牽引する力となります。復興をより確かなものとし、その先にある三陸の未来を切り開くため、新たな推進体制の検討に着手します。今回の大震災津波では、国内外から多くのお見舞いや激励をいただくとともに、多くの寄付をいただいています。岩手の学び希望基金には、今年度も6億円を超える寄付が寄せられ、総額が70億円を上回るなど、今なお温かい支援が続いています。天皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下をはじめ皇族の方々におかれましては、幾度も被災地のお見舞いのためご来県いただき、被災者のみならず広く県民に大きな勇気を与えてくださりました。また日米両政府や米日カウンシルによる友達構想などの国際交流事業は、岩手と海外の若者をつなぎ、その交流は将来にも続いています。その交流は将来にも続いていきます。復興の支援への感謝を伝えるため、昨年パリで開催した岩手県復興報告会では、県立岩泉高校生徒による郷土芸能中野七つ舞が満場の共感を呼び、東日本大震災津波からの復興が世界的な人類的な事業でもあることを改めて感じさせてくれました。復興の過程において生まれる多くのつながり、そして絆は今後の私たちの大きな財産になるものと確信しています。復興の基本原則は、被災された方々一人一人の幸福追求権を保障し、犠牲になられた方々の
ふるさとへの思いを継承することです。命の命を守り、海と大地と共に生きるふるさと岩手三陸の創造が復興の目指す姿です。人間を守り、ふるさとを創造していくことです。今日本はこれまで世界中の国々が経験したことのない急激な人口減少を迎えようとしています。国立社会保障人口問題研究所は、岩手県の人口は2040年には90万人台にまで減少すると見込んでおり、日本創生会議はこのまま減少が進んだ場合、市町村が消滅する可能性を指摘しています。人口減少は将来の危機というよりも今目の前にある危機と捉え、減少の要因となっている問題に正面から取り組み克服していかなければなりません。岩手県には復興という形でふるさとを消滅させない取り組みに約4年間全力を尽くしてきた経験があります。市町村、県、国が一体となり、住みたい、働きたい、帰りたいと思える地域づくりを進め、東京一極集中に歯止めをかけていかなければなりません。このため若者を中心としたいわゆる人口流出と若者女性の生きにくさの解消を重点対策とし、やれることは何でもやるとの覚悟のもと、県としても庁内体制を強化し、その総力を挙げて取り組みます。その一環として本議会で提案しております中小企業振興条例や、県が締結する契約に関する条例に基づき、持続可能で活力ある地域経済の振興や働く方々の適正な労働条件の確保等に取り組みます。地方での暮らしを希望する若者には増加傾向が見られます。若者の雇用の場の提供はもちろん、若者のニーズに応じた創業や経営相談など一貫した支援体制を整え、若者たちのチャレンジを支えます。復興や地域振興の現場に見られる女性の活躍は、岩手においてさらに広げていかなければなりません。働きやすい職場環境の整備や、出会い、結婚、妊娠出産、子育ての各ライフステージに応じた支援をきめ細かく行い、若者や女性が就職しやすい、結婚しやすい、子育てしやすい岩手を目指します。こうした取り組みの推進に向け、子ども子育て支援の重要性をすべての県民が共有し、社会全体で支援に取り組むため、岩手の子どもを健やかに育む条例を今議会に提案しております。また昨年5月には、経済団体や産業団体を中心に岩手女性の活躍促進連携会議が立ち上がり、女性の活躍推進の取り組みは行政のみならず民間にも広がっています。若者や女性の活躍を力強く後押しし、すべての県民が生き生きと暮らす希望郷岩手の実現につなげてまいります。豚、鶏、牛の肉を使ったぶっ飛び料理を新たな名物とする二戸地域、西わらびを使った6次産業化に取り組む西和賀町、都会の方々に山村留学を提供する葛巻町など、その地域ならではの魅力で勝負する取り組みが県内にはたくさんあります。地域資源を生かした取り組みは人口減少対策の要です。ふるさとの再生発展のため、地域資源を生かし、地域内での経済循環が高まる内需拡大型の産業振興を積極的に推進してまいります。復興とは時間をかけて過去に戻ろうとするものではありません。復興計画の推進により、未来のあるべき姿に向かって8年かけて追いついていく、未来に追いつく復興を進めなければなりません。 ILC 国際リニアコライダーの建設候補地が北上山地とされたことは、岩手の輝かしい未来に向かう特異点です。 ILC は宇宙誕生や質量の起源など人類存在の核心に迫る謎を解明しようとするものです。 ILC の建設実現により、世界に人類に大きく貢献することができます。子どもたちがこの地での将来の活躍を夢見て、未知のフロンティアに挑戦しようとすることは、岩手の未来を作り出す大きな力となります。
ILC の実現に向け、県の総力を挙げて取り組みます。来年には、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会を開催します。県内の各市町村や競技関係者、経済団体をはじめ、多くの皆様の協力のもと、冬季国体を含めた岩手県では初となる完全国体として開催することとなりました。復興に向かって力強く前進する岩手の姿を見ていただくとともに、これまでご支援をいただいた全国の皆様に感謝の気持ちを伝え、県民にとって復興の大きな力となる大会を実現しましょう。また、平泉の文化遺産が世界遺産に登録されて丸4年を迎えます。人と人との共生、人と自然との共生を理念とする平泉の文化遺産は、本県のみならず東北全体の復興の精神的支柱となり、東日本大震災津波からの復興全体の象徴となるものです。昨年制定した平泉世界遺産の非条例に基づき、人と人、人と自然が共生する持続可能な地域社会の形成に向け、国内外の人々の理解を深め、将来世代に継承してまいります。平成27年度予算は、本格復興邁進予算です。東日本大震災津波からの本格復興にかかる取り組みを最優先に、目の前の危機である人口減少問題に県の総力を挙げて取り組みます。本県財政は今後毎年多額の財源不足が生じる極めて厳しい状況が見込まれておりますが、これまでの歳出を徹底的に見直しながら、限られた財源の有効活用など創意と工夫により、ふるさと岩手の本格復興を進める予算を編成いたしました。本格復興や人口減少対策を進めるためには、昨年末に政府が公表した経済対策についても積極的に活用してまいります。本格復興に邁進していくためには、財源及び職員の確保が必要です。財源及び職員の確保が重要な課題です。政府に対しては、平成28年度以降の特例的な財政支援の継続や復興財源の確保を引き続き強く求めてまいります。復興まちづくりに向けた事業が最盛期を迎える平成27年度は、技術職員を中心に専門的知識を有する人材の確保が必要となります。このため引き続き任期付き職員や再任用職員の採用を行うとともに、総務省の派遣スキーム等に基づく全国の自治体からの応援職員、民間企業からの派遣職員の確保に取り組んでまいります。合わせてメンタルヘルスケア対策など、応援職員の受け入れ体制を充実させ、職員が一丸となって復興に邁進できる体制を整えてまいります。平成27年度における主要施策についてでありますが、復興計画の3つの原則と岩手県民計画の7つの政策に基づいた施策を期を逸にして推進してまいります。以下具体的な施策の内容を申し上げます。はじめに、復興計画の3原則の第1、安全の確保であります。復興に向けた歩みを着実に進めるため、引き続き多重防災型まちづくりに取り組みます。防潮堤の整備、水門や陸橋操作の遠隔化、自動化など、人命を第一とした津波防災施設の早期復旧整備を推進します。また、市町村の復興まちづくりと一体となった道路の整備を推進します。施設の整備とともに、防災文化の醸成が必要です。震災関連資料の収集活用などにより、未曾有の大震災からの教訓を確実に継承し、将来に生かすことで、岩手の防災力向上など、災害に強いまちづくりを推進します。高田松原津波復興記念公園の整備と合わせ、震災伝承や防災教育、防災文化継承の拠点となる津波伝承施設の整備に向けた調査を進めます。また、津波や地盤沈下の影響で消失した
高田松原の砂浜の回復に向けた取り組みを進めます。県民の暮らしや生業を守るため引き続き放射線影響対策に取り組みます。空間占領率の測定や食品の検査結果を速やかに公開するなど風評被害の解消に全力を尽くしてまいります。農林業系副産物などの廃棄物処理をはじめ市町村の課題に対し財政的技術的な支援を行っていきます。なお東京電力と交わした和解を踏まえ市町村と連携しながら今後も必要な損害賠償請求を行います。また県内の事業者などが行う損害賠償請求に関しても支援してまいります。被災地での安全な暮らしを支えるため警察官の緊急増員を継続します。また警察施設の再建整備を計画的に進めるほか市町村のまちづくりに合わせ的確な交通安全施設の整備を行っていきます。災害時の確実な緊急輸送や代替機能を確保した信頼性の高い道路ネットワークの構築を進めます。震災後に新規事業化された県内の復興道路は昨年8月までに全ての区間で工事着手されました。県が進める復興支援道路、復興関連道路と合わせ着実な整備に取り組みます。沿岸地域の本格復興に港の復旧は欠かせません。来年度中に主要な港湾機能の復旧を完了させ、利活用の促進や沿岸地域の振興に向けて官民一体となった取り組みを進めます。次に暮らしの再建であります。被災者の方々が一日も早く安定した生活に戻ることができるよう暮らしや住宅の再建に向けた資金面での支援のほか、さまざまなニーズに対応できる相談体制と支援策を充実させます。災害公営住宅の整備を確実に進め円滑に入居していただけるよう情報提供や相談会を随時開催していきます。また民間住宅工事施工者への簡易宿舎の無償貸与や住宅再建者と工事施工者とのマッチングの強化など住宅再建にかかる人材等の確保に取り組みます。被災地の人手不足は深刻な課題です。安定的な雇用の創出や若者の職場定着向上、女性の再就職のための取り組みを行い企業の人材確保を支援します。医療、福祉、介護など命と心身の健康を守る継続的な体制が必要です。応急仮設住宅からの転居や新たなコミュニティの形成などに対応し被災された方お一人お一人を見守ります。生活習慣病の発症や介護状態の進行を防ぐため市町村と一体となって健康づくりや介護予防に取り組みます。また被災地の医療を支える県立の大槌、山田、高田病院の再建を着実に進めてまいります。時間の経過とともに変化する子どもたちの心のサポートにきめ細かく対応するため岩手子どもケアセンターを運営するほかスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを増員します。子どもたちは未来の岩手の担い手です。大震災津波の経験をもとに郷土を愛し復興発展を支える人材を育成するため岩手の復興教育を推進します。被災により生活基盤を失った子どもたちには長期にわたる支援が必要です。岩手の学び希望基金を活用した就学支援や被災地域の教育活動の充実に取り組みます。学びを通じ地域コミュニティを再生していく取り組みも重要です。中高生の学習支援などの学びの場に地域住民が集い学び合うことにより地域の人材育成とコミュニティの再生を図ります。被災地では多くの NPO 等が復興支援のために活動しています。支援活動の長期化に対応する高い運営力を有する自立型 NPO を育成するため基礎的能力や運営基盤を強化するための取り組みを進めます。また新たに支援ネットワークを構築し
ソーシャルビジネスを展開する事業型 NPO の育成を図ります。次に、なりわいの再生であります。三陸沿岸は海と共に生き、海の恵みを受けてきました。漁業協同組合を核とした漁業、養殖業の構築に引き続き取り組みます。防波堤、岸壁等の漁港施設や防潮堤等の海岸保全施設に関し、町内体制を強化し、復旧整備を進めます。地域再生営業計画を着実に推進し、地域漁業を担う経営体の育成に取り組んでまいります。また、新たな就業者を確保するため、地域ごとに関係者による受け入れ体制を構築し、住居の斡旋など生活面まで含めた総合的な支援を行います。さらに、漁獲から流通加工までの一貫した高度衛生品質管理体制を構築し、水産物の販路回復拡大に向けた商品力や販売力を強化してまいります。農地の復旧も重要な課題です。被災農地と周辺農地の一体的な補助整備を実施し、整備を契機とした農地の利用集積を促進します。また、鳥害や風害から沿岸地区を守るため、海岸防災林の再生に取り組みます。放射性物質影響対策を着実に進めていく必要があります。原木しいたけの出荷制限解除に向け、検査や穂高の環境整備を進め、産地の再生を目指します。また、県産農林水産物の安全安心と魅力の発信や商談会の開催などにより、消費者の信頼回復と販路の回復拡大を図ってまいります。被災地域の経済を支える中小企業や商店街の再生は、復興を進める上で重要です。施設整備や金融支援、取引の拡大、新事業の創出など、関係機関と一体となって本格的な復興に向けた取り組みを支援します。市町村のまちづくりが進み、被災商店街の本設店舗への円滑な移行へと復興のステージは変化しています。グループ補助金などを活用した施設設備の整備と合わせ、専門知識や経営ノウハウの習得など、ソフト面の支援を一層充実させていきます。また、沿岸地域の基幹産業である水産加工業の本格復興を進めるため、専門家と連携し、売れる商品作りや販路開拓の支援に取り組みます。さらに、水産加工業者が新たに人材を確保するための受け入れ環境の整備を進めます。観光の振興は、経済の発展と交流に伴う活力を地域にもたらします。岩手ディスティネーションキャンペーンで構築したオール岩手の体制による秋冬季大型観光キャンペーンを実施し、県内全域での誘客拡大を図ります。特に沿岸地域においては、アマちゃんの誘客効果の継続と周辺部への波及を図り、三陸ジオパークなど豊富な観光資源を生かした誘客促進を展開します。また、震災学習を中心とした教育旅行の誘致に引き続き取り組みます。新しい三陸の創造につながる新たな産業の育成も重要です。多様な地域資源を生かし、国際的海洋エネルギー研究拠点の構築や海洋研究機関の交流活動を進めてまいります。次に、岩手県民計画の7つの政策であります。第1は、産業創造圏岩手の実現であります。国際競争力の高いものづくり産業の振興を図るため、重点分野である自動車、半導体関連産業の集積と、医療機器関連産業の創出を図ります。また、これら重点分野を中心に企業の誘致を進め、持続的な発展につなげていきます。さらに、ものづくり産業を支える人材育成を総合的に推進します。また、ものづくり産業で実績のある改善の取り組みを拡充し、水産加工業などの労働生産性や付加価値の向上に取り組みます。本県経済の活性化を図るには、
海外との経済交流が重要です。南アジア博覧会への出展など中国との連携交流をはじめ、アジア各地でフェアや商談会を開催し経済交流を進めます。さらにミラノ国際博覧会に出展し、世界に向けて岩手の魅力を発信します。岩手の魅力を広く発信します。県産品の販路拡大、観光客の誘致などを目指し、岩手を国内外に丸ごと売り込んでいくため、関係部長を構成員とする本部会議を新たに設置し、部局横断的な取り組みを戦略的に展開してまいります。県北圏域において地域を牽引している食産業やアパレル産業における販路拡大や認知度向上の取り組みを強化するなど、地域の特性を生かした産業振興を後押しします。第2は、食と緑の創造圏岩手の実現であります。農業に関し、平成26年度産の米価格の大幅な下落など、米を取り巻く環境は大きく変化しています。このため、新たに県産米戦略室を設置し、岩手のおいしいお米生産販売戦略に基づき、生産コストの低減やオリジナル新品種のブランド化に取り組みます。また、消費者、生産者が一体となって、県産米の消費拡大に向けた県民運動を展開してまいります。地域農業の活力を高めていくため、地域農業マスタープランに位置づけられた中心経営体の認定農業者への誘導や、リーディング経営体の確保育成など、地域農業の核となる経営体を育成します。また、国の農地中間管理事業や、補助整備事業を活用し、担い手の農地集積を促進します。さらに、肉用牛生産、酪農に携わる若い女性のネットワーク構築や、贈答意欲のある農家に対する肥育元牛の導入を支援します。本県農業の持続的な発展のため、産地の時代を担う新たな担い手の確保も欠かせません。青年就農給付金や担い手育成のための基金を活用し、技術習得や経営発展を支援します。林業に関し、大型合板工場や木質バイオマス発電所の整備により県産材の需要が拡大しています。県産材の安定供給に向けた情報共有協力体制の構築や、木材を無駄なく活用するカスケード利用を促進します。林業への就業者数が回復傾向にあります。林業を希望する若者に対する情報提供や相談会の開催、不安解消のためのトライアル雇用を支援するなど、継続的な就業者の確保に取り組みます。また県産木材の安定供給に向け、知識と技術を身につけた現場で活躍できる人材の育成に取り組みます。水産業に関し、復旧復興の取り組みを基本に、地域漁業の再生に向け引き続き生産基盤の復旧整備や担い手の確保育成に取り組みます。アマチュアに見られた農林水産物の6次産業化の取り組みは重要です。岩手6次産業化支援センターによる生産者等へのきめ細かな経営サポートを通じ、県産農林水産物の付加価値を高め、生産者等の所得の向上につなげてまいります。大震災津波により落ち込んだ農林水産物の輸出額は回復傾向にあります。アジア諸国や米国においてプロモーションを展開し、新たな市場の開拓も進めるなど、輸出額の拡大に取り組みます。第3は、共に生きる岩手の実現であります。子どもから高齢者まで、また病気や障害などの有無にかかわらず、それぞれの力を生かし、共に助け合いながら生き生きと暮らすことができる岩手の実現を目指します。まず、地域の保健医療体制の確立です。
関係団体と連携し、質の高い医療体制の充実を図るため、がん対策や地域包括ケアなどの推進体制を強化してまいります。奨学金による医師の養成や勤務環境の改善により、医師の確保や定着に取り組むほか、養成医師の計画的な配置や派遣調整を行い、地域偏在の解消を図ってまいります。さらに、看護職員の県内定着を図るため、就学資金の貸し付けや、県内就業者の U ターン、潜在看護職員の職場復帰などを促進します。また、周産期医療、救急医療の推進や、将来の医療提供体制の基本となる地域医療構想の策定に取り組みます。健康課題の解決には、すべての県民が危機意識を持って改善に向けた取り組みを推進していくことが重要です。昨年策定した第2次健康岩手21プランに基づき、生活習慣病や岩手県の健康課題である脳卒中の予防などに県民と一体となって取り組みます。障害児療育の拠点としての役割を一層担えるよう、療育センターと盛岡都南支援学校の移転・改築整備に向けた取り組みを着実に推進します。自殺は社会全体にとって大きな課題です。今年度策定する自殺対策アクションプランに基づき、包括的な自殺対策プログラムを推進します。さらに、関係機関との連携のもと、メンタルヘルスサポートや相談体制の強化に努めてまいります。若者が家庭や子育てに希望を持ち、安心して子供を産み育てられる社会の実現を目指します。結婚支援センターの設置や、男性不妊治療の支援、乳幼児医療費助成の対象拡大や、現物給付化など、ライフステージに応じた支援を一貫して行います。また、保育所の整備や延長保育など、地域のニーズに応じた保育サービスの拡充や、子ども子育て支援新制度に基づく取り組みを市町村と一体となって推進します。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるよう、岩手生き生きプラン2017に基づき、地域包括ケアシステムの構築、認知症対策を推進します。また、人に優しい街づくり推進指針を改定し、すべての人に優しい街づくりを推進します。第4は、安心して心豊かに暮らせる岩手の実現であります。今年度も全国各地で多くの自然災害に見舞われました。自助、共助、公助、それぞれの災害対応能力を高め、多発する自然災害に備えなければなりません。大震災、津波や大雨災害等の教訓を踏まえ、災害時におけるオペレーション機能の強化を進めるなど、県、市町村の防災体制の充実に取り組みます。県民が安全に安心して暮らすためには、犯罪や事故のない街づくりが必要です。県民、事業者、行政が連携し、地域における防犯活動を活性化させ、犯罪が起こりにくい環境づくりを推進します。また、第9次岩手県交通安全計画仕上げの都市として、特に高齢者や子どもに重点を置いた交通事故防止対策に取り組みます。さらに、消費者被害対策に関し、相談体制の強化、学校における消費者教育など、消費者行政の充実強化に継続的に取り組みます。活力ある地域の形成には、男女が共に活躍できる社会の実現が欠かせません。男女共同参画や、DV の根絶に関する意識啓発や、人材育成、相談保護体制の充実に引き続き取り組んでまいります。こうした取り組みに加え、経済産業団体と連携した女性のキャリアアップ支援や、男性など周囲の理解を進めるための各種セミナーの開催など、女性の活躍を支援する施策を総合的に展開します。
心豊かで意欲に満ちた青少年を育んでいかなければなりません。岩手希望塾を初めて沿岸地区で開催するほか、青少年の活動支援などに取り組みます。合わせて若者が活躍する社会を推進するため、岩手若者会議等で構築するネットワークを活用し、若者が自ら資金を集め事業を実施するための研修など支援を充実させます。第5は人材文化芸術の宝庫岩手の実現であります。児童生徒一人一人の希望を叶えるため、小中高の連続した学習状況の把握による学力向上の取り組みを支援します。さらに私立学校の特色ある教育活動を支援します。海外とのつながりを復興の力としていくため、グローバル人材の育成は欠かせません。イングリッシュキャンプや海外派遣研修等を通じ、国際的視野を持ち主体的に行動できる人材の育成を図ります。また家庭や地域、産業界と連携し、社会人、職業人として地域で活躍するためのキャリア教育を推進します。共生社会の形成に向けて、特別支援学校におけるインクルーシブ教育を支援します。障害のある子どもたちの主体的な学習を支援するため、 ICT を活用した教育を新たに取り入れるなど、学習環境の向上を図ります。釜石市橋の航路跡を構成資産とする明治日本の産業革命遺産は、本年世界遺産委員会の審議が予定されています。北海道北東北を中心とした縄文遺跡群とともに、世界遺産登録に向け国や関係自治体と連携し、本県文化遺産の価値を世界に発信してまいります。文化芸術に触れ、楽しんで活動を鑑賞してもらう機会の充実も大切です。岩手芸術祭、岩手若者文化祭など、幅広く文化芸術の発表の場を設け、本県の生活や魅力の向上につながる取り組みを推進します。希望郷岩手国体、希望郷岩手大会まで1年と8ヶ月、また完全国体の幕開けとなる冬季大会まで1年を切りました。職員体制を拡充し、準備に万全を期してまいります。両大会が県民の総力を結集して夢と感動を与え、復興のシンボルとなるよう、冬季大会を成功に導き、本大会および全国障害者スポーツ大会に向けて積極的な広報活動や多彩な県民運動を全県的に展開します。天皇杯順位8位以内の目標達成に向け、指導体制の確立や選手の育成強化により、本県選手の競技力の向上に取り組みます。なお、今年4月から始まる教育委員会制度改革は、知事と教育委員会とがこれまで以上に連携を深める好機であり、新たに設置する総合教育会議の場における協議などを通じて、一層の教育振興に努めてまいります。第6は環境王国岩手の実現であります。低炭素社会や循環型地域社会の形成に向け、地球温暖化に関する意識啓発や再生可能エネルギーの普及に取り組みます。県の率先した取り組みとして、一戸町高森高原地区に大規模風力発電所の建設を進め、平成29年度の運転開始を目指します。また次期産業廃棄物最終処分場の整備基本計画を策定するため、地形地質調査を行います。野生動物の保護と産業の調和も重要です。特に本県農業被害の過半を占める鹿に対しては、捕獲の強化に重点を置き、農業被害の低減と生息域拡大の抑制を進めます。第7は岩手を支える基盤の実現であります。集中豪雨や台風など近年多発する自然災害から県民の生命財産を守るため、洪水土砂災害対策施設などの整備を進めます。合わせて
水位周知河川等の指定や土砂災害防止法の改正を踏まえた基礎調査の早期実施および速やかな結果の公表、土砂災害警戒区域等の早期指定を推進します。また建築物の耐震化の取り組みを拡充し、旅館やホテルなどの大規模建築物の所有者が行う耐震改修等に対して新たに支援を行います。地域間の交流連携、産業振興を支える道路ネットワークの構築やスマートインターチェンジの整備を進め、自動車、半導体、製造業などの県内産業や観光の振興を図ります。また地域住民の生活の足である路線バスや鉄道などの公共交通に関し、利用促進や利便性向上、観光面での活用などを進め、交通基盤の維持確保を図ります。高度成長期に建設した道路施設や大震災津波からの復旧復興に伴い整備を進めている河川水門など、あらゆる社会資本が将来にわたって機能を発揮し続けるよう計画的な維持管理を行いながら、安全性、信頼性の確保を図ります。東日本大震災津波からの復興に取り組む中で、地元の底力とさまざまなつながりの力が高まっています。その力は一人一人の人間の力として具体的な復興の力となっています。震災直後、避難所となっている学校で救援物資の運搬や体育館や玄関の掃除に進んで取り組んだ子どもたちは、学びを通して大きく成長しています。県立大学1年生丹野慎太郎さんは陸前高田市で被災し、津波でご両親を亡くされました。あまりにも大きな苦労を背負いながらも、親類の方々や周りの皆さんに支えられながら、高田高校茅中校舎での高校生活を送りました。野球部に所属し、3年間投手として練習に励みました。学業においては数学を得意とし、晴れて昨年春卒業されました。丹野さんは震災直後は絶望感に襲われ、先が見えなかったと言います。しかし学び希望基金や民間の基金などたくさんの支援のおかげで、本来の校舎ではなく学習環境も不十分な中での日々でしたが、現在大学で学べることに感謝していると話しています。丹野さんは震災で得た経験を糧に、将来は陸前高田市の復興に携わりたいと岩手県立大学に進み、勉学に励んでいます。 NPO 法人アットマークリアス NPO サポートセンター加野純一さんは釜石市のお菓子屋の3代目です。商店街を盛り上げていこうと平成15年に NPO を立ち上げ、まちづくりや起業家の支援、キッズマートなどに取り組んでいました。しかし東日本大震災津波でご家族と店舗を失われました。加野さんはツイッターで釜石市の被害状況を発信し、被災した方々に必要な物資を届けるため支援物資の手配を行いました。応急仮設住宅が整備されると各戸への訪問活動を開始し、住民の震災後の日々を支えてきました。岩手連携復興センターの代表理事でもある加野さんは、県内 NPO の支援、県内外での講演、宮城県福島県の両連携復興センターとの定期的な会議の開催など精力的な活動を行っています。被災した自分だからこそ伝えられることがあると加野さんは語っています。復興に携わる人々の活動は被災した地域にとどまりません。遠野真心ネットは被災地支援のためのボランティア団体です。遠野市は内陸と沿岸を結ぶ中間地点という地理的条件を生かし、多くのボランティアの方々が集う被災地支援の一大拠点として機能してきました。大震災津波を見て被災地のために何かをしたいという思いを持った人々と被災地をつなぐ大きな役割を真心ネットは果たしています。
これまでに300を超える企業や NPO と連携し、10万人のボランティアの活動を支えました。震災後に新たに岩手県に入られた方々も大勢いらっしゃいます。岩手復興応援隊の渡辺悦子さんもその一人です。千葉県出身の渡辺さんは震災ボランティアで岩手県を訪れた際に地元の人の笑顔と温かさに触れて岩手が大好きになったと語ってくれます。渡辺さんが15年間勤めた東京の職場を退職し、田野畑村の住民となってもう2年が経とうとしています。サッパ船ツアーや北山崎トレッキングツアー、大津波語り部ガイドなど、観光客のアテンドや企画運営、ジオツーリズムなどの観光資源開発に携わりながら復興現場の情報発信をしています。渡辺さんが語る情報は今も被災地と県外の皆さんをつなぐ復興の架け橋です。県は復興に携わるすべての人々とともに本格復興に邁進してまいります。ここにおられるすべての議員の皆様と県民の皆さん、そして岩手とつながる全国および海外の皆さんの深いご理解とさらなるご協力を心からお願い申し上げ、私の所信表明といたします。ありがとうございました。